保全寺横丁を抜け道頓堀の雑踏を縫うようにして天王寺裏のお歯黒長屋へ。 おきのの父は立ち居も不自由な病の床におとっつぁん、ただいま戻りました。次郎吉はおきののことを近所のかみさんに尋ねました。ああ、おきのさんとこですか。 何でも江戸でお旗本脇坂様のご用人を務めていやはりました。そのご主人様がお普請方をしていたところから永代橋とやらの作事のご公金を扱っておますせ。そのご公金をご用人さんがお預かりしてお屋敷で番をしてやはりましたところ、 ところがあんさん、ある晩ネズミ小僧の大泥棒に入られて千何百両持って行かれましたんや。それで毎年80両ずつご主人様へ返済する約束で商売をしに大阪へ来やりましたんや。そやけど武士の商法でわずかな元金は堂島あたりで吸ってしまい、 挙句の果てに長の患いになってしまいましたんや。お気の毒に。聞いて次郎吉は愕然とした。公金をネズミ小僧に盗まれた。次郎さん、で話は、兄貴はいたが、おめえの一件は話さずに帰った。ほっときゃいい。 兄貴は勝手におめえを食い物にしているんだ。おめえだって自分勝手にすればいいさ。勝手にって私どうすればいいんです。そんなこと俺が知るもんか。おめえの体はおめえが勝手にすりゃいいんだ。 あんた、それで構わない？なぜ俺が構わなきゃいけねえんだ。夫婦約束したわけじゃなし、ひょっとした旅の気まぐれをいつまでもおもにに背えるものか。だってあんた、汚染、水を向けたのはおめえだぜ。 汚染は歯や涙です。お邪魔いたします。おう、番頭さん、勘定の催促ですか。いや、約束のやつが折りやすく留守だったんだ。もう帰ってきた自分だからこれから行ってきやしょう。何しろ帳場の方がうるさいもんですから、くどくど言いなさんな。 明日の朝利息をつけて払わねえ。明日の朝って今夜は？おせん、おめえも待たねえで早く寝た方がいいぜ。江戸のネズミ小僧が 髪型でケチな仕事はしたくない。足早に夜道を急ぐ次郎吉、いつとはなしに屋敷町へ。与力の重松仁吉を伴って今夜も茶屋遊びよりのご帰還です。
旦那、お着きになりましたよ。どうも、お疲れさんでした。今夜の仕事はこの屋敷と決まった。旦那、しっかりしてくださいよ。どうもヘベレゲに酔っ払っちゃってしょうがねえな。まあ、ネズミ小僧寝の刻参上。旦那、大丈夫ですかい。おい、西、沖野はどうした。沖野は、うん、女を連れてこい。貴様、あんまり働きがないぞ。へえ、旦那、ですからもう少しテキパキと働けるように兼ねてお願いの。うん、実手か。実手がそんなに申したいか。よし、わかった。沖野と申す者の一件、拉致開けたらなんとか都合して使わす。手段は選ばん。仁吉、なんとか早くいたせよ、昨日。そうですか。じゃあ一つ手段を変えて金で当たってみることにいたしましょう。金ならばいくらでも出すぞ。いくらだ。10両でいいのか。冗談じゃねえ、旦那。10両の10倍。何？100両？安いもんでさ。素人の手入らずのあの器量のおまけにちょっと小骨もありのいい女でさ。おうおう、そうか。よしよし、仁吉、貴様の言うことは分かった。よし、金だな。次郎吉の目が光る。金のあり場所は分かった。